スズル TV。 ズルズル、どうもスズルです。毎日ラーメン健康生活出張編ということでね、相変わらずやってるんですけれども、いや今日はね結構晴れて気持ちがいいのでね、スズリ台スズリ台よということで、こちらを見せてます。ドン。東京メトロ東西線早稲田駅から徒歩10分ぐらいのところにあります武蔵野油学会早稲田総本店さんに、はしゃはしゃ、こちらね油学会さんは学生の頃にねよく来ていた油そばのお店ということで、ちょっとね当時のことなんかも思い出しながら早速行っちゃいましょうか。レッツゴー。さあ、武蔵野油学会早稲田総本店さん、こだわり感じる食券制です。今回はチャーシューが売り切れということなので、のり玉特納を大盛りでチョイス。大盛り無料はありがたいですね。さらにニンニクを入れるか店員さんに聞かれたので、もちろん入れていただいちゃいましょう。カードサービスに目を通しながら待っているぞ。おう来ました。こちらが武蔵野油学会早稲田総本店さんののり玉特の大盛りニンニクありです。いやー、厚みのあるチャーシューなどたっぷり盛られた上に、黄身がのり、食欲をかきたててくれるこの具材たちが麺にどうアプローチしていくのか楽しみです。それではいただきます。さあ、まずは器の底からしっかりと混ぜましょう。はい、混ぜて、まだ混ぜて、通常より濃い特濃のタレと絡み、琥珀色の輝きが増してきたところで、早速麺からゆずらちゃいましょう。ほい、すすうん、もちもちでコシのある中太麺が濃厚な醤油ベースのタレとよく絡み、パンチを効かせながら黄身ともよく絡んでいて、とてもすすりやすく感じられ、完璧な一体感。さあ、ガンガンすすって、ここでチャーシュー丼。中分の厚みがあり、タレともよく絡み合い、輝きを放っているこちらのチャーシューを食らう。わお、タレの脂と肉の脂がいい感じに絡み合い、旨味が引き立ち、ナイスっす。はい、では続いて海苔で麺を挟んでいただいてみると、ほんのり感じる海苔の風味が程よいアクセントとなり、濃厚な油そばと完全マッチ。さあ、どんどんいっちゃいましょう。麺を次々とすすったら、可愛らしいナルト男らしく一口でパクリといっちゃって、上から麺をすすって、前からすすって、海苔だけ単体で食らったりしながら、2枚目のチャーシューもいただいちゃいましょう。さあ、今回は味変なしノーカットでいっちゃいましょう。ほい、すすって食らって、すすって食らってと言っているうちに、ほい、あっという間に完食です。本日も大変すれました。濃厚なタレがボリューム満点な麺とよく絡み、美味しい上にすすりやすく、間違いない油そばでした。それではグラスストライク。はい、ごちそうさまでした。いやー、油学会さんにね行ってきたんですけれども、いやもう特濃ということでね、結構こう濃い力強い味付けで美味しかったですね。まあ、油学会さんはねランチタイムに行くと無限ライスって言って50円でおかわり自由のライスが食べ放題なのでね、いや本当はねこうライスとねあの濃いタレで行きたかったんですけどね。麺もねこう結構太くて力強くてね、あの濃いタレをねよく絡み上げてましたね。なんか久しぶりにね学会を食べたんですけど、もう前より力強くなっててね、いやーよかったですね。それではスルの公式キャッチフレーズ、武蔵野油学会早稲田総本店さん、二元は学会や。はい。